ソチ空港は、ロシア連邦クラスのダール地方の国会沿岸の都市、ソチにある国際空港。ソチ市街地の南方2 5トルに位置する。ソチ周辺のリゾート地域へのアクセス拠点として、賑わっており、2018年には約634万人の利用者があった。1945年にアドレル空港として開業。 リスの船やイリューシン12の発着が可能であった。1956年にターミナルビルを建設、その後も滑走路や近代設備の充実を拡大。1980年にソチ空港をと解消。IATA 空港コードのエアは旧正のアドレル空港に由来する。1986年よりイリューシン86も離着陸、整備できるようになった。 1991年より空港ターミナルビルをさらに拡張した。2006年11月にソチ空港は公開売却され、実業家、オレグでリパスカのベーシックエレメント社が55億ルーブルで獲得した。2014年のソチ東京オリンピックの準備で空港設備が拡充された。空港ターミナル直結のソチ空港駅からアエロエクスプレスが そち駅まで運行されている。ありがとうございます。